何食べる？ポテト。マック？マックでもいいよ。テキサスバーガー売られてるから。なんでそんなマックばっか好きなの、のんちゃん。のんちゃんポテトが好きなの。なんか膝がアトピーみたいになって治らない。どこのとこ？膝。後ろ？薬塗ってんだけど弱い。あと腰も同じように腰は治りかけてる。あーひどいね。え、どう？ひどい。え、なってる？ここらへん。あ、帰っちゃダメ。これでも良くなったんだよ。なんか食べちゃいけないものがあるんじゃない？うん、かもしんない。窓監督さん、霊媒師をお願いします。顔とこ見してみて。顔？あ、大丈夫だった。この目の下のとこはさ、なんか痒っぽいそうなのができてたから。そこ、うん、治ったけど、呪霊いつまでやるの？うん、呪霊、呪霊、呪霊の予選あと1時間だよ。そっか。うん、予選通過できるかな。うん、20位まで入ればいいんでしょ。うん、こんばんは、解放。マックでも美味しくない？海宝さん、元気ないね。まだ風邪治ってない。いや、風邪ひいてないよ、俺。え、風邪なんかひいてないよ。パルパールさん、久しぶりにふわっち開いたら、あなたいつも100人は当選だと思っていたのですが、何か変わったのですか、ふわっちシステム。いや、システム変わってない。閲覧減らしてる。1ヶ月ぐらい前にもう閲覧減らすわって言って、ある程度長くやったら配信者だったら閲覧コントロールできるよ。減らす方はあるんだ、増やす方もあるし、減らしてますね。今30人以下にしてる。
解放さん増やし方教えてほしい。最近過疎だから。はっきり言って閲覧増えても何もなんないよ。通知を出さないとかそういう細かいのもそうだけど、トークだね俺の場合は。そういう技術的なこともあるけど、トークがほとんど。閲覧増えても何にもなんないよ今の時代。何にもならんよ。別に教えパールさん、まあね、うん、閲覧増やし方教えてもいいけど何にもならない。意味ないよ。パルパールさん、閲覧増えたとこでですよね。うん、アルパールさん、あなた優しいね相変わらず。そう、閲覧を増やすんじゃなくてね、多分これからの時代はね、応援してくれる人を増やした方がいいと思うよ。解放、応援してくれる人、なんかね、閲覧イコール応援だっていうのがそもそもの間違いなんだよ。最初は誤解しやすいんだけど、閲覧が1000人あってヘイトが990人いても意味ないから。解放さん、うん、うん、応援してくれる人が20人とかの方がいいよ。応援してくれる人を増やすな。それは俺も今勉強中。閲覧増やそうと思っても何の意味がない。増えたとしてもね、結果論。世間一般では何にもならないよ。解放さん、今閲覧数70人じゃない。その7人を大事にしていけば、うん、長くやってりゃ数なんか増えるんだあんまり意味ないよ、うん、まあまあ経験しないと分かんないよ、まあ、うん、
自分が満足いくやり方をすればいい。YouTube とかだったらね、人数多い方がいいんだろうけど、海宝さん、和戸さんとまたコラボしたいよ。いいよ。でも俺最近あんまり、なんだろう、コラボ、別にコラボはいいけど、あんまり俺が配信自体をやる気がないかな、今正直言うと。こうだから閲覧増やそうと思ったらコラボするのすごい有効なんだよ。コラボしまくるぐらいがいいんだけど、今あんまりだな。振り回されたくないからね。配信熱がすごい下がってるんだと思う。それよりも応援してくれる人一人一人と向き合っていきたいね、俺は。
海宝さんコラボでまたあのカレー屋行きたいな。カレー屋なんか行ったっけ俺海宝と。ああ、浅井さんと行ったところね。海宝さん、そうそう、ダーリーカレー。海宝さん、牛タンの店も行きたいけど配信許可って取れるのかな。ネギスは無理だね。ネギスは混んでるから。海宝さん、そしたらあのカレー屋で。今配信のコラボとかやりたくない。海宝さん、そかそか。金魚姫さん、こんばんは。こんばんは。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。それはこう、銀次アット321さん、お札を3個プレゼントしました。
のラキーさん、こんばんは、トツです。うん、匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。ありがとう、普段。こんばんは。うんちゃん、何やってんの？ YouTube 見てる。何のやつ？レジンのね、やつ。匿名取表口さん、お久しぶりです。近く、こんばんは。こんばんは。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。キング姫さん、肩、通院のどうした？肩痛いね。運動不足だね。捨て頃やめて3ヶ月目ぐらいからずっと痛いから、もともと肩とか神経とかずっと痛かったんだけど、スポーツやめたらダメになっちゃったね。神経がピリ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 、もう筋が張るんだよ、ね、起こさないとね。うん、運動しないとね。矢野ラキーさん、あらら、肩の痛み気をつけてください。うん、なんかのんちゃん、俺マック食べたくないよ。じゃあ何がいい？なんかね、何食べてもね、美味しいと思わない。うん、困ったね。うん、ちょっとやばいね。
そう。あれかな。シャンちゃんちょっと待って。さもうないでしょ。うん、やっぱりないわ。今作ってあげるよ。今ご飯作るからさ、ちゃん。シャカが羽抜けちゃって飛べないのよ。わーいって外にフィューンってそこら辺にボツンと落ちるの、はい、抜けちゃったな。あの、トヤ、うん、最近墜落ばっかりしてる。